ビルがどんどんあって、その上にプールが。絶対安全って。あそこ行く、どんなところやら。シンガポールを象徴するリゾートホテル、マリーナベイサンズ。何個部屋？3つのホテルの塔に、2500室以上もの部屋を備えます。エレベーターに乗って57階へ、天空のプールとも言われる世界最大の屋上プールへ向かいます。楽しみだね。プールがある。夜の今7時半に来ました。どんなプール？落ちそうじゃない？落ちるよね。実は落ちるよね。プールの端に来るとシンガポールの夜景を一望できます。でもこのプール、泳いでいる人たちは落ちてしまいそうじゃないですか。Good morning! 最後のプールを楽しみたいと思います。22乗り換えますね。57またしても素晴らしい眺めです。やはり素敵な眺めです。人も多くなく、水も程よく冷たい朝のプールは目を覚ましてくれるようでした。じゃあ龍馬、タオルもらおう。気になっていたプールの端っこ、朝なのでしっかり見られそうです。もっと近くに行ってないで泣いてくれたんだ。こんな景色なかなか見られません。とても贅沢な時間でした。Thank you for watching. Bye 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 bye.